坂口健太郎、韓国を訪問、記者会見にメディア殺到、共演したい韓国俳優は、坂口健太郎が初めて韓国を公式訪問して、韓国のファンたちに会う。本日、3日、ソウルロッテシネマ兼大、コンデ、入り口店では、映画、今夜、ロマンス劇場で、のマスコミ配給試写会が開かれた。続いた記者懇談会では、主演を務めた坂口健太郎が出席した。坂口健太郎は、今夜、ロマンス劇場で、PR のため、公式的に初訪韓した。先駆けて、日本版、ごめん愛してる、などで韓国を訪れたことがあり、韓国訪問は今回が3回目だ。坂口健太郎は、僕は韓国に来たのは初めてではないけれど、韓国のファの方々としっかりコミュニケーションするのは今回が初めてだ。日本にいた時も、韓国でたくさんのファンの方々が待っていることは知っていた。韓国ファンの方々に実際にお会いするのは初めてでもあり、これからファンに会うのが楽しみだ。空港にもたくさんの方々が来てくれた。韓国ファンの方々に映画の魅力、さらには僕の魅力をお見せしたい、と話した。昨日、2日、韓国に到着した坂口健太郎は、訪韓初めてのスケジュールとして焼肉を食べたと話した。坂口健太郎は、昨夜11時ごろ、韓国に到着してすぐに焼肉屋さんに行った。今日はサムゲタン、サムゲタンを食べる、とし、笑いを誘った。劇中で坂口健太郎は、映画の中のお姫様と恋に落ちる純粋な青年キャラクターを務めて、観客を魅了する予定だ。坂口健太郎は、ケンジという、少しバカみたいで情けないところがあるが、みゆき姫に対する愛だけはすごく純粋な人物だ。ケンジの純粋なところが本当に可愛らしく、愛らしいと思ったので、この映画を選択した、と話した。特に、坂口健太郎は、シグナル長期未解決事件捜査班、ごめん愛してる、など、韓国のドラマをリメイクした作品に相次いで出演するなど、韓国との格別な縁がある。坂口健太郎は、シグナル、いや、ごめん愛してる、に出演することになって、原作を見た。こういうところが好きだと選ぶよりは、画面越しに伝わってくるエネルギーがすごいと思った。そういうエネルギーが出ている作品に出演したかった。こんなに訴えるような作品が制作されるなら、僕も出演したいと思った。衝撃的なパワーやエネルギーを持っている作品だと思った、と付け加えた。坂口健太郎は、ソガンジュンにそっくりな顔で、日本のソガンジュン、というニックネームを得ている。坂口健太郎は、最初はソガンジュンさんをよく知らなかったけれど、周りからそう言っていただいて、何か縁を感じる。機会があれば、一緒に共演したい、と話した。今夜、ロマンス劇場で、は、映画館、ロマンス劇場でモノクロ映画から出てきたお姫様のみゆき、早瀬はるか、と恋に落ちる映画監督を夢見る青年、ケンジの、魔法のようなラブストーリーを書いたファンタジー完成ロマンス映画だ。11日より韓国で公開される、フォト、坂口健太郎、日本映画、今夜、ロマンス劇場で、マスコミ向け、
者会に出席、晴れやかな笑顔、坂口健太郎が訪韓、本日から多彩なイベントで韓国ファンとコミュニケーション。